はい、ともくりです。トレクルやっていきましょう。ということで今回はだるまの解放をやります。はい、でスゴフェスの日ということでマッツー、めぐまると一緒にいるので、ウソップ新生ウソップの解放もやって、まあどっちが先に上がってるかわかんないんだけど、それはねめぐまるが解放してくれたんですよ。まあ結果はねその動画を見てみてください、うん、まあ、先にこっちが上がってるかもしれないんですけど、はい、うん、で今回はこのだるまさんをマッツーに解放してもらおうと、ね、で秘伝の書がちょうどね60冊ん50冊まあまあいいや、はいはい、あるんで解放しようと、まあ、新キャラなんで、うん、まあスゴフェスの動画ね見てくれた方は多分わかると思うんだけど、だるまさんが転んだがいっぱい出てきたんでね。そうですね、うん、だから今回一応つけるのはヒッタンマイタン封じ船長をつけます。はい、はい、まあいいよ、行っていいよ。あ、はい、うん、じゃあだいぶ ね、 失礼しますね、長くなっちゃうからね。はい、まあ適当にめぐまると話してようか、うん、最近トレクルどう？楽しい？うん、ちょいちょいだね。ちょいちょいか。ちょいちょいやってるね。そう、おサボり気味だからね。おサボり。最近。まあ基本的に解放にはちょっと全く触れずにね、やっていこうかなっていう感じなんだけど、うん。まあめぐまるがさ、最近全然やんなくてさ、でも正月結構いい引きしたんでしょ。あ、正月か。正月前の。前か。うん。過ごせてたね。うん。こうなんか赤、うん、赤で初ゲットが3枚すごいね、すごい、ガブちゃんも引けて、うん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 、もうバンバン剤だったね。素晴らしい。育成できた？育成はね、とりあえずレベルマックスにさせて、うん、あとはスキル上げ、うん、で今集めをしている、うん、それサボってるって。そう、なんか気軽ね、この前、うん、本落ちるイベントあって、今も来てる。今も落ちる、うん、今もね、あれまだ2冊しか。でもね、あれね、多分ね、みんなどうかな、ヒザルの本とかってどうですかね。相当落ちないよね、あれね。落ちない。全部イベントが終わって、その一通り、そのサイとかの解放とか、必殺技レベルとかが全部終わって、ガチャゲンの、必殺技レベルとか、うん、あげも全部終わって17冊。僕14でしたね。やっぱそんなもんだよね、うん、だから相当渋いよ。だから上げ幅が3だからね、それもあるんだと思うんだけどね。まあ韓国もそうだったよね。韓国もそうだね、4上げでね全然落ちないっつってね、みんな頑張ってやってたけど、相当な、何が来てなかったの？封じここまで封じゼロ。あ、でも結構進んでるね。そうなんです。すごいすごい、一個ハマってるけど、うん、うん、やっと、うん、お、順番、さすが、さすが分かってるね。はい、うん、素晴らしいよ。やっとベースが揃ったと。何冊ぐらい入れたい？今分かんない。いや、封じこねえ封じこねえと思ってずっと聞いてる。俺全然見てないからさ、うん、うん、まあまあいいんだけどさ、今のは見たよ。これは見たよ。ここ見ないでほしかった。全然スルーだったんだけど。まあまあまあ。でもまだありそうだね。うん、大丈夫でしょ。あと20ぐらいあるのかな。多分大丈夫でしょ。うん。いけたらいいね。大丈夫大丈夫。余裕余裕。で、一個そう、この動画でね、ちょっと話したいことがあってさ、ね、てか待って。おい、封じろ。まあいいよ。うん、どんどん入れよ。大丈夫大丈夫。うん、どんどん入れよ。まあその話したいことっていうのが、コメントとかでもねすごくいただいてるんですけど、その質問コメント返信コーナーをね去年やってたんだけど、最近ちょっとできてなくて、でそれをねまた2月入ってからぐらいに再開しようと思ってます。でいろいろねすごい質問とかねたくさんいただいてて、まあそれにもね回答できて、お、よし、あと2、頑張って。それにも回答全然できてないので、まあできるだけ早めにコーナーも復活させようかなと思ってますので、ぜひね、なんかトレクルのことでもいいし、別に何でも OK です。うん、前にあったのは白ひげのひげはリアルでもできますかそ
そうなの。そう、そういうのにもね、回答するんでね、あの、まあ、楽しくやっていければなと思ってますので、ぜひ質問とかね、なんか見たよとかっていうコメントだけでも OK。 おーっと、終わった。完璧じゃないですか。ちょうど、ちょうど、すげえ。60冊、あ、冊数見なかった。見てない。どうしよう、すいませんということで多分60だったと思う。うん、だって57で言ってて、だから60だよ。60冊で終わりました。早い。よかった。いや、ありがとう。すごい。まあ、ウソップの方はね、まあ、どうなったか、うんうんうん、まあ、そっちを見ていただいて、ね、メグマールの引きはどうなのかと、ね、うん、まあ、こっちが先に上がってるかもしれないんで、その際はね、上がるまで待っててください。危ねえ、マジで。いや、ありがとう。5515の時本当にどうなるかと思ったけどね。スルーしたところはちゃんと見てたよ俺。あ、うん、そういうとこ見るんですね。あ、全スルーしてると思って、うんうん、いやでも全然 OK。 俺がやったらもっとかかるもん。よかった、うん、よかった、素晴らしい。ということで、今回はだるまさんが転んだの解放をやってみた。転んではない。そう、それを突っ込んでほしかった最初何にも言わないから。そう、いや、なんか泳がせようかなと思って。味を締めて、多分締めてもう一回言うなと思ってバレてるそう、転んでないんですけど、はい、だるまのね、解放をしました、はい、という動画でした。はい、よかったですね。ありがとう、はい、うん、他にもいろいろ動画撮ってます。ぜひチャンネル登録お願いいたします。お願いします。高評価もぜひお願いいたします。ぜひぜひ。ツイッターやってます。僕もやってます。私もやってます。フォローお願いします。概要欄に ID 載せておきますんでね、まあ、あのお嬢のもおまけで入れとくんで4名の ID 載せとくんでね、ぜひぜひ、ぜひ気が向いた時もフォローしてみてください。お願いします、はい、それではグリとマツーとメグリめぐで。めぐで。じゃあね、バイバイ。